10月28日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。今日10月28日は即帰記念日だそうです。ところで即帰といえば、思いつきでその場で演奏すること、それは即興。わかった。内閣総理大臣補佐官っていうやつですよね。それは即興。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。お供え即用、志のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。たこ焼きに塩昆布を入れて焼いてみました。細かく刻んでたこ焼きの中に入れて、あとは焼くだけ。あっさりした和風仕立てのたこ焼き、いくらでも入ります。おまっちゃん、父さんはインディアンやから嘘つかないって。インディアン言うのが嘘やろ。